典型的な刃物の一種であるナイフ。刃物とは、刃がついていて、物を切断したり切削したりする道具の総称。刃という構造を持ち、何かを切断したり切削するための道具。切れ物ともいう。代表的な刃物として、包丁、消灯、ハサミなどが挙げられる。刃物は、こうした調理道具や工作道具に分類されるものだけでなく、なたやカマなど、 農具に分類されるものや、刀など、武器に分類されるものもある。基本的には、歯に、ハンドルや、グリップなどの取っ手をつけた形状をしていることが多い。刃物は、様々な用途で用いられる。調理の場面では、食材を調理するのに用いられる。利用の場面では、髪の毛を切り整えたり、髭やムダ毛を剃ったりするのに用いられる。医療の場面では、 生物の組織を切断することで手術を行って治療を行うために用いられる。ハンティングや戦闘などの場面では傷つけたり殺したりするために用いられる。石器時代には石を割ることでできる鋭い断面を利用する石製の刃物が用いられ、青銅器時代に入ると青銅製の刃物が、鉄器時代には鉄製の刃物が登場した。現代的な刃物は主に鉄や、 ステンレスなどの金属で作られている。さらに、登山などでは特に軽量であることを求め、食器などで、シタン製のナイフが用いられることもある。また、セラミック製の刃物も、近年用いられている。セラミック製の刃は錆びず、比較的切れ味が落ちにくく、金属製刃物のように研ぐ必要がなく、金属アレルギーを回避できる、などのメリットがあり。 家庭で用いる調理包丁でも使用される割合が増している。また、手術で患者に金属アレルギーの恐れがある場合にセラミック製のメスを使用する場合がある。海外ではドイツのゾーリンゲ園、イギリスのシェフィールドなどが有名である。日本では岐阜県関市や新潟県三条市、福井県越前市、大阪府堺市、兵庫県三木市、高知県上市が有名である。なお、 日本の刃物作りは、江戸時代末期まで日本刀を作っていた、集積地や職人が、明治時代になって配刀となり刀が売れなくなったので、やむなく業種転換を図り、包丁作りを始めた、という地域が多い。金属製刃物の世界的な知名度では、ドイツゾウリン林源の調理用ナイフが、世界的に突出して知名度が高かったが、近年は和包丁も、 世界的に有名になってきている。世界のシェフの中に自身の調理用、ナイフ群に和包丁を加える人も増え、テレビの料理番組や書籍等でも紹介されることも増え、欧米の一般家庭の人も購入する人が増えてきている。刃物工の原産地はスウェーデンや島根県安杉市が世界的に有名である。一方でセラミック製刃物は その多くがもともと陶磁器の生産地や生産工場だった地域でノウハウを生かして作られる傾向があり、京焼の地で生まれた京セラ、また美の焼や瀬戸物の歴史がある美野や瀬戸などで作られている。調理道具、カテゴリー、調理器具も山椒の大狂い手術道具武器犯罪や事故を防止するため、刃物を網だりに所持、携帯することは法令により規制されている。 日本での主な規制は以下の通り。また、都道府県によっては迷惑防止条例でも規制されている場合がある。と、一方、製造・販売関連では、銃刀法や武器等製造法が適用される、刀剣類や銃剣を除けば都道府県により、青少年保護育成条例での販売の自主規制が存在する程度である。経済産業大臣指定伝統的工芸品。 ABC 大事ハモの例えば、マーサスチュワートも、和包丁を愛用していて、彼女の料理番組、マーサの楽しい料理教室の中でも視聴者に、和包丁の良さを語っている。他にも欧米のいくつもの料理番組で、和包丁が番組中で使用されたり紹介されている。例えば、ミノーバナイフなどにかけて、ミノーバと名付けられている。ありがとうございます。